ということで、引き続き UFO と戦っていきたいと思います。あれ、どうしてこんなことしてるんだっけ？超魔王ユカリンのことを知っている人の顔を取り戻すためよ。ああ、そうだったそうだった。これで超魔王の情報を知らなかったらうんまい棒の刑に処しますよ。なんだよそれ。ワンツー。メガファイア。あんた、バナナ魔女よりパワーが足りてないわね。すいません、うちのアイドルミコが。なんか来るよ。こいつ乗り物のくせに結構やるじゃない。また取られる。ああ、私のマリサが。誰がバナナじゃこの貧乏ミコ。マリサのツッコミの面がここまで飛んできた。ツッコミを極めればこんなこともできるんですね。恐るべし。いやマリサだけでしょこんなのできるの。ナイスアイドル。これは負けてられないぞ。スペシャル委員長アターック。ふん、貴様の能力はその程度か。敵の気持ちを代弁しないでくださいよ。炎の料理人とはこの私のことだ。さあ召し上がれ。ちょっと、あんたの料理なんて食べて平気なの。信じられない、美味しいじゃないの。すごー、相当修行してきたんだね。そりゃみんなが連れ去られてもひたすら料理を作ってたから。人間なんでも頑張って続けてみるものねー。いい加減に壊れろこらー。フランさん、お手伝いしますよ。ナイス、やっと倒したね。これでアリスって人の顔は戻ったわ。すまんな。まさかの男性。てっきり女の子かと思ってたよ。アリスさん、無事に戻ってよかったです。アリス、久しぶりだな。怪物になっていたとはびっくりしたぞ。ところでアリスよ。この人が話を聞きたいそうだ。そうなんです。超魔王ですか。はい、おっかない見た目の。少し前に、それらしきものを見ましたよ。空を飛ぶ、まがまがしい影。え、本当に。あれが超魔王だったのかな。そいつはどこへ。あ、そういえば。どうしました。その時、上空に巨大な塔が見えて、影は塔の方に消えました。上空に塔。確か、あっちです。じー。あ、なになに、あったの。出たー。あれが超魔王の根城だ。天空の塔、超魔天狼ってなんだかすごそうね。ありがとう、助かったよ。どういたしまして。超魔王の居所が分かってよかったです。一体どんなところなのかドキドキするわね。フランさんに代わって私が来ました。さあ到着したわよ。これが魔天狼。ここに超魔王ユカリンが。もうこの世界を好き勝手にさせないわよ。でもこれは一体どうなってるんでしょうか。簡単には進めそうにないですね。もう、せっかくここまでたどり着いたのに。この4つの穴、気になるな。なんだかこれ、顔みたいで不気味ですね。また宝石をはめたら開くのかな。探しに戻ろう。はぁ、全く面倒なことしてくれちゃって。引き続き情報収集しましょうか。誰か、あの扉のこと知っている人いませんか。どうかしらね。え、何この人。ああ、本当に平方に見えるわ。ごっこん。すごい、ちゃんと目のところが目になってる。何かね。え、超魔天狼の扉のことで。ロボット工学の権威、兵法に用かね。宝石を知らないかな。目とか鼻とかの宝石なんだけど。私たちも実際に見たことないから予想だけどね。なるほど、それは気味が悪いな。あんたの顔面も相当気味が悪いけどね。だが、心当たりがあるぞ。え、本当に。いろいろ聞いてみるものね。よし、行こう、ついてきなさい。その前に、他の人の話も聞かせて。そうね、いろいろ聞き回らないといけないわ。ちょっと、聞いてくれるかな。うちの太郎がね、不気味な宝石を拾ってきたんだ。ペットが、捨ててくるように叱りつけたら、ショックで家出しちゃってね。あらら、喜んでもらえると思ったのね。そういうことなら一緒に探しに行こう、宝石を。いや太郎を探すんでしょ。あれ、不思議の国ってこんなに不気味だったっけ。ポップでカラフルな感じだったんですけどね。くれぐれも用心して進みましょう。ふんふんふん、ふんふんふん。その歌、何？ふんふんふん。私が作ったの。活かしてるでしょ。ふんふんふん。なんか聞き覚えがあるな。ふんふんふん。私のオリジナルだよ。あ、モグラの鳴き声に似てる。モグラの鳴き声に似てる。レイユーさん絶好だー。おーい、太郎。帰ってきておくれー。太郎どこ行っちゃったんだろう。はぁ、ここにはいないのかな。ん？
にゃあ。どうして急にハッピーさんの顔が。ハッピー。ひぃー、なにこいつ。どこが顔でどうなってるのこれ。犬の口から魂が出ててそれがハッピーみたいな。委員長に代わり、このマリサが来てやったぜ。ちょうどよかった、霊夢とは絶交したからマリサに頼ろう。悪かったわよ本当に。どうせしょうもないことがあったんだろ。マリサさんが来てくれて助かりました。久しぶりに3人が揃ったんだし、派手にやってやりましょう。うん、サンドバッグだと思って全力で叩こう。なんかヨウムの判例に見えてきたんだけど。めちゃくちゃ回復してるじゃん。あの持ち野郎、なかなかめんどくさいことをしてくるわね。連続で回復される前にダメージを与え続けないといけませんね。あら優しい。優しさと思いやりならこの私だって負けてないわよ。とか言いつつぶん殴ってるんだもんな。百歩多い。うぷ主を怒らせたらあの世一覚醒だわ。マリちゃんを怒らせてもダメね。今回ご紹介するモッドは、ザ・タイタンズ MC というモッドです。タイタンって巨人のことでしょ。そう、このモッドは、敵モブを巨大化させることができるんだ。巨大化できるモッドだって？バカみたいにでかい刀もあるわね。攻撃力プラス1000って化け物じゃねえか。この武器は巨大化した敵と戦うのに特化した武器だね。武器の大きさだいぶミスってるけどね。巨大化した敵って能力とかは巨大化する前と同じなのか。いやいや巨大化することで、HP、攻撃力、能力が大幅に強化または変更されるよ。能力がそのままならまだ可愛いけど、より強くなるってかなり厄介ね。そんな強大な敵と戦うために最強装備も追加されているんだ。最強装備？とりあえずまず最初にどれくらい巨大なのか、実際に見ていただきましょう。まずスケルトンを出して、スケルトンにこの怪しげなアイテムを右クリックすると。うわ、様子がおかしいぜ。さっきのスケルトンがだんだん巨大化していくわ。まだまだこんなもんじゃないよ。なんか小さいスケルトンも生み出しているよな。ちょっと、そろそろ止まっていいんじゃない？いやいやいや、まだいける。うわぁ、こんなでかいスケルトン初めて見たぜ。完全に見くびっていたわ。まさかこれほどとは。どうです皆さん、これが超巨大化したスケルトンです。迫力が半端ねえな。うわぁ、体が。あいつが飛んだ地面見てよ、綺麗に凹んでんじゃねえか。質量まで巨大化してんのかよ。それじゃあこの刀を使って倒してみよう。いつの間にか小さいスケルトンもかなりの数いるわね。ご丁寧に色とりどりの装備をつけて嫌がるぜ。おお、かなり効果があるわね。ただ攻撃したらかなりの距離後ろに下がるから、追いかけるのが結構大変だよ。それにこいつが跳ねると周りの土地が崩れて厄介だぜ。こいつがいればすぐに綺麗な聖地が作れるよ。この野郎こうしてやるわ。お願いだからそんなに飛んでいくなよ。ふぅ、ふぅ、この戦いは一体いつになったら終わるのよ。おいなんか爆発したぜ。スケルトンさんが花火になったんだ。ってことはようやく勝ったのね。確かにこの武器はすげえ強いけど、何より巨大化した敵モブが強すぎるぜ。